授業 TV。 高校3年生の時のインターハイですね。インターハイで戦った時です。東福岡が強いんで、まあ有名だったんで知ってますし、いやーまあオーラありましたね。だいぶあの時はシードで初戦昌平高校の試合見に行ってたんで、で7番と10番が要注意だなっていうのを話しました。話しやすいじゃないですか、やっぱ。ただっす、まあ気使わないし、まあ何でも言えるんで、そこはいい存在じゃないかな。助かります。助けてないけどね、そんなに。話せる人がいるっていうのが一番自分の中で、やっぱ自分の中でとどめておかなくていいっていうのが一番本当に助かってます。真面目か。俺真面目です、真面目です。真面目じゃないですか、俺は。いつも俺がいつもしょっちゅう2人でいます。部屋にいるんで、別の部屋にいるんで、いつも基本誰かしらいるもん。基本俺の部屋に誰かいらしらいるんで。誰かしらはいる。自分がいなくてもいるんで。すごい、はい、そうなんです。マリオカートみんなスイッチ買ってマリカやったり。すごいっす、マジで。もうすごいよね、本当に。部屋揺れますもん、マジで。お前は簡単だから。マジ、うん。まあ自分の中でサッカーの第一前提は楽しむってことを置いてるんで、やっぱ楽しんでほしいってのはね。し、やっぱサッカーの時もサッカー以外の時も楽しさを分けてあげたいです。はい、どういうことだ、お前の願望ね。はい、願望。なるほどね。笑い。いつも笑ってるんで、まあうざい時もありますけど。笑いか。笑顔が絶えないですね。だから笑い。質問ちゃんと聞いて。わかんないね。相手をイメージしたやつだから。そっか。そうだよ。うん。なんかあるかな。もう大丈夫。終わったか。もう終わった。もう終わったから。